高橋真リ子は日本の女性歌手、作詞家。本名は広瀬真リ子。旧姓は高橋。広島県初開市市生まれ、福岡県福岡市育ち。血液型は A 型。夫はミュージシャンのヘンリー広瀬。スポーツ観戦を趣味とする。所属レコード会社はビクターエンタテインメント。所属芸能事務所はザ・ミュージックス。公式ンクラブは ペーパーブーン。父、森岡月夫は、広島鉄道局。母、高橋千鶴子は、広島市内の銀行に、それぞれ勤務時の1945年8月6日、米軍の原子爆弾投下により被爆。母はダンサーでもあり、広島のダンスホールで、両親は出会い結婚し1949年、マリコが生まれた。戦後、国鉄を辞めて、 プロのジャズクラリネット奏者を目指した父は、朝鮮戦争下で、米軍基地が多く、ジャズが盛んであった福岡に移り、間もなく、当時1歳だったマリコも母に連れられて、博多に転居した。しかし父に、脱走の症状が出て病状が悪化し、働くことができなくなった父に代わり、母は、中州で、ホステスとして働き家計を支えた。母の収入は、高額な痛み止めなど、 父親の治療費に消えた。夫婦喧嘩が絶えなくなり5歳の時に両親は別居。マリコは母と博多に残る。小学校3年10歳の時に父母の離婚成立で母親の高橋生となる。マリコはこの時不倫をした母が許せず長い間に渡って恨み続けた。中高生時代には母が自分に触れることすら許せなかったという。父は 広島に戻り、広島市内のクラブで、ジャズプレイヤーとして働いたが、入試被爆が原因で、長らく後遺症に苦しんだ後37歳で、亡くなった。この時も母はマリコに泣きながら抱きついたらしいがそれをも、振り切ったという。福岡市立高級中学校卒業。音楽を目指した父の影響を受け芸能界に憧れ、自らもジャズボーカルの勉強を始める。 16歳になるとプロ歌手を目指して九州女子高等学校より駒沢学園女子高等学校へ転入のため上京。渡辺プロの下で本格的なレッスンを受けた後、1966年にスクールメイツの一員として芸能界デビュー。しかし自身の求めているアーティスト路線でなかったこともあり、高校を卒業すると渡辺プロを脱退し、 博多に戻りディスコやクラブでの活動を始めた。ペドロカプリシャス、二代目ボーカルでデビュー1972年、中須のナイトクラブで歌っていたところ、ペドロカプリシャスのペドロ梅村にスカウトされる。同年に別れの朝が大ヒットしながらも突如離脱した先代、前の陽子に次ぐ二代目ボーカルとして参加。カプリシャス時代の芸名は高橋マリ。 翌1973年には、ジョニーへの伝言、5番街のマリーへ、などがロングヒット。翌1974年の第25回 NHK 紅白歌合戦に、ジョニーへの伝言で初出場を果たした。ソロ歌手として、デビュー1978年に、ヘンリー・ヒロセと共に、ペドロカプリシャスを脱退。高橋マリコとして、ソロ歌手として、活動を始める。 同年11月、あなたの空を飛びたいでデビュー。1982年にシングル発売の、ホーユーは第11回東京音楽祭にて金賞を獲得、後多数のアーティストにカバーされる名曲となった。以降も1984年の、桃色吐息、1992年の、歯がゆい唇、1994年の、 遥かな人へなど数々のヒット曲を発表、また高橋自ら作詞を手掛けたりするなど、実力派女性歌手としての地位を確立した。1993年8月5日、ペドロカプリシャス時代からのメンバーであったヘンリー、ヒロセと結婚。年1回のペースでアルバムを制作、発表し、それに伴うコンサートツアーを行っている。コンサート活動は50回を超え、 ベイ・カーネギー・ホールやエ・ロイヤル、アルバート・ホールなど海外での舞台実績もあり、現地在留邦人の支持も高い。中高年層で人気の高い1996年発売のごめんねは、日本テレビ系列、歌謡サスペンス劇場の主題歌として、同番組のターゲットである主婦層から多数の支持を得る。カラオケチャートでも40から50代女性の中で1位となった。 また、聖書、白鶴の CM ソングに起用され、本人も同商品の CM に出演。さらに、中高年向け高級化粧品、グレース・ソフィーナのイメージキャラクターにも選出された。ホーなど、シングルは爆発的には売れないが、シングル曲を収録したアルバムはヒットする例が多い。ことから、自身のコンサートで自虐的にシングルの売れない。 高橋真理子ですと発言することがある。実際には、桃色と息、歯がゆい唇、遥かな人へ、ごめんね、など、シングルヒットもある。むしろ、シングルヒットがない時期でもアルバムはコンスタントに売れるというのが、実態に近いとされる。NHK、紅白歌合戦、ソングスなど、各テレビ出演かつて高橋が、ペドロカプリシャスからの独立当初は、 コンサートレコーディングなどの音楽活動を重視しており、テレビ等のメディア出演は誇示していた。年末恒例の NHK 紅白歌合戦の出演以来に対しても、大晦日にスケジュールを拘束されたくないという理由で辞退したこともあったが、桃色と息がヒットした1984年の第35回 NHK 紅白歌合戦には、ソロ歌手として初出場を果たした。 2013年末の第64回 NHK 紅白歌合戦は、ソロ歌手として29年ぶり2回目の出場を果たす。自身初めての赤組取りを務め、圧巻のステージを見せた。それから2年後、2015年末の第66回 NHK 紅白歌合戦は、ソロ歌手で2年ぶり3回目の出場、赤組取り前で5番街のマリーへ、お歌唱。 2016年末の第67回 NHK 紅白歌合戦へソロで2年連続4回目の出場となり自身最大のヒット曲であるごめんねお披露。なお当時高橋の年齢は67歳9ヶ月だったがこれは NHK 紅白歌合戦において赤組の出場歌手としては最年長記録となる。翌2017年末の 第68回 NHK 紅白歌合戦もソロで3年連続5回目の出場。紅白では4年ぶり2度目の4 u を歌唱。紅白の赤組歌手として年齢は68歳9ヶ月と高橋自身が持つ最年長記録を更新した。NHK 深夜放映の音楽番組ソングスには2017年現在高橋が最多出場回数を誇っている。 通算11回目の同番組出演となった2015年4月25日の放送では、高橋真り子をオールタイムリクエストと銘打ち、視聴者からのリクエストを募って、リクエストの多かった上位4曲。夫のヘンリー・ヒロセがバンドマスターを務め、ライブやテレビ出演時に、高橋真り子をサポートする男性8人組バックバンド。オリジナルアルバムベストアルバムカバーアルバムなど。 ありがとうございます。